はい、おはようございます。どうも、桜井ののか TV の桜井ののかです。時間的には14時20分。今日はね、日曜日です。実家に帰る私のね、一日のチャット動画を撮ろうということでね、プラン的にはそうだな、9時ぐらいにお家を出て実家に向かうはずが、昨日いい感じに酔っ払って気分よくね2回して寝たら寝過ごして、本当につい5分前に起きました。お盛んなのはね、いいことなんですけれども、時間にね、ルーズなとこは直していきたいなと。親しき中にも礼儀ありとね、いうことで、すいません。今から準備していきたいと思います。着替え終わりました。とにかく、楽な格好をね。まあ、タクシーで帰るんで、ちょっと寝れたらいいな。また。で、もちろんお風呂には入ってません。髪の毛をね、結んで、帽子かぶっちゃえば、問題ないかな。タクシーを。目的地の入力で事前確定運賃がご利用できますということで、最近のアプリはすごいですね。13,400円。今、14時40分です。ここからタクシーをね、10分ほど待ちます。すいません、ありがとうございます。スカイにはポカリセットですね。私大体移動がタクシーなんですけど、乗ってすぐにコンビニに寄ってくれっていつもおねだりしてます。自宅に到着です。サスケ様、今日も可愛いですね。こんな懐ついてくれてます。これからみんなでララポートに行きますね。サスケくん一緒に行きたはい。え、ママ、サスケ連れてっていいの？連れてきないでしょ。なんで？ベビーカーあればいいけど。サスケが入っていいところは限られちゃう。じゃあお留守番だね。桜井ののか TV は、アダルティーなので内容が、家族みんな、親族丸ごと私の YouTube 見てないそうです。寂しい。今から、子供たち2人連れてね、お財布係する人。はい、僕がおごります。イエーイ。お留守番ですか？お留守番ですか？寂しいね、みんな行っちゃうから待ってます。待ってます。あら、セクシーね。小顔、小顔で手足長くてね。あ、宇宙人だった。すごい、すっかりクリスマス。お兄ちゃんと来てます。トイザラスエンララポート。あ、じゃあクリスマスプレゼントだから、じゃあ決まったら教えてもらおう。いやー、疲れますわ、皆さんは。これがいい。これ何？これたまごっちみたいなやつかな、昔で言う。プニプニね、ずっとやらないとね、これ、こういうみたいに固まっちゃう。あ、そっかね。あれ、たまごっちで言う？うんこがたまるみたいなやつ。これは。プニプニやるとこれ。よし、これいくら？高いんじゃないんですか？いや、まあ値段見ないでこう。お楽しみ。レジ持ってただけですね。最近の子はこれが流行りらしくてね、これ流行りなんだよ最近は。 YouTube これで9000円だから3つで、これ1個買ったら、いや高くないよ、こっちが8000円だもん。そう、そしたらこれいいじゃん。これしかも人形1個ついてるから、リッキーを1個ついてる。じゃあいいんじゃない、これで。こっちの方がお買い得じゃない？じゃあこれとこれにする。だから人形かぶった場合で、人形1個減らしちゃ、1個じゃあ高くない、安いよ。勝手に私してるもの。LOL グッズをたくさんね買いました。バックストア、サブ、なんとか、まあいろいろ買って2番9,350円、500円引きで18,810円でございます。買い物終わりました。今兄が子供たちを送っているので、今からマミーと晩ご飯の材料の買い物をしたいと思います。お刺身、お刺身、何かと魚がねヘルシーでいいと思います。この時間お買い得でいいね、お母さん。え、半額じゃないの？半額じゃないね、まだいい。お寿司でいい、お寿司でいいよ、好きなんかって。え、だって半額じゃないの？うちの母はね、昔からケチというか、よく言えば節約家なので、昔からスーパーは終わり間際のね時間に我々は行くのが習慣になってます。こんなお金を持った今でもね、私は実家に帰るとね、その習慣に習って母のね買い物に付き合っております。おいで。
長の方が確実に来ますから。バスケおいで、ここ13万円のパーカーの上においで。サスケ寝かせることできる。サスケこうやってやると寝るんだよ。頑張って寝てみ、遊ばないで。調子悪いね。先ほど行ったスーパーでお気に入りの、ね、納豆を見つけたので、買ってきました。黒豆、普段スーパー行かないんでコンビニで、ね、買えない黒豆見つけてすぐ食べてきました。あとこれ北海道うまいもんなんちゃらで買った味噌汁の素、これもホタテ味噌汁、これは7食入りで1500円ぐらいだったかな。1食200いくら。贅沢したい時に食べたいと思います。さすきちゃんなかなかご飯食べてくれませ ん、いつも。うい、うい、くろい、あ、おいしいね。おわがまま、これすっごい高いやつなんだよ。そうなんだよ、うん、これはカモン食べて、カモン、カモン、あ、食べました。はい、いいことね。ご飯、半分以上惣菜。母さんやめて。実家帰ってきてもあんまり変わらないご飯だよ。ごめんね、わがまま。ママいただき、どうぞどうぞ。すごい格好じゃない、あった。野菜好きなの？うん、生野菜作ってあげようか。何？サラダ。あ、そうそう、食べたいかも。食べたい。大変でしょ。食べたい。美味しそう。食べますか。いい？ねえ、これタレってある？リン、ねえ、お酢と、お酢と白だし、カニ酢っぽくなる。私のあれでしょ。違う、うん、違う、うちが考えたの。考えたの、うん、を普段カニかまぼこに。あはー、なるほど。カニもどきにカニもどき酢をつけて。これはね、50-50でいいの、これ。うん、嫌いね、余ってるご飯食べて。昼間の残りよりも、そうそう。昼と同じもんだね。私だったら、あ、いらない。貧乏人なのに、私貧乏人に育てられたのもっと貧乏人。思考がね、で家でもすごいもん、全然してれない、食べ物とか。起きちゃった、ごめんなさいね。朝待ちはなしだね。はい、ただいま12時20分、新宿に戻っております。もうかれこれ30時間ぐらいお風呂に入ってないので、家に着いたら速攻でお風呂入りたいと思います。ただいまの時刻は、ぴったり、2時。とりあえず、まあ、帰ってきて、もう頭かかゆすぎて臭すぎてどうしようもなかったんで、そのままねお風呂に直行しました。めっちゃ気持ちかったです。あとは何しようかな、もうちょっと、起きてようかなって感じなんですけど、一応なんか私の、密着動画は、ここで、終了したいと思います。とりあえずね、これ撮ってて面白いのかなとか、なんかマネージャーいないで面白いこと言えてるかなとか、言えてるかなってか言えてなかったっていうのが感想なんですけど、とりあえずもうマネージャーがどうしてもあの密着動画もう何でもいいから数字が伸びるっていうか、とりあえずね頑張って一人で撮ってきました。普段の動画よりね、マネージャーがいない分、面白さ、5分の1、いや、10分の1ぐらいになってるかもしれないんですけれども、とにかく、そこから、流入があれば嬉しいなと思います。初めてね、桜色の丘 TV 見てくれた方、ぜひね、私のことを
気に入ってくれたらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あの他の動画もうちょっとね面白い作りになってると思うのでぜひよろしくお願いします。この動画がねいいなと思った方はぜひとも高評価の方もよろしくお願いします。コメント欄の方でも、こんな密着だったりねこんな企画だったりやってほしいってものありましたらねコメントの方もお待ちしております。Twitter、Instagram の方もやっておりますのでこちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあね。なんか大丈夫かな。